ハロハロー、ハロハロー、バレさん今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ジョビンチャンネルといえば、あの木村みどる、そうだな、お前と一番最初にな、そうそう、一番最初に喋ったろってコラボしたのでな、木村みどるですもんね。で、あの前回バレさんのチャンネルか、うん、で、木村みどるがドーピング陽性出た時に、うん、僕が、あの半年出場停止処分っていうのは、うんうん、大晦日間に合うから、だから大晦日これ出すために半年って言ってますよって言ったじゃないですか。ジョビンの言った通りだな。ズズバリ、もう絶対そこまで考えたんです。もうこれさ、はい、だからこう思うと、はい、もう絵描いてたよなね、うん、なのでもうほんとね、だからこうなってくると俺はもう、あの木村みのるがどうのこうのとかじゃない、うん、みんなも気づかないといけない、大臣なんです。いやだから榊原さんは正直面白くなったら何でもいいみたいな考え方ですよね、うんうん、か面白く転がそうとしてるんですけど、びっくりしたもん、なんかツイッター流れた、余生、はい、かな、異性かな、そちらも楽しんでくださいみたいな。俺ね、いや俺はもういや俺ね、あのね、俺榊原さんにふざけんなったら俺思わない、もうあそこまで、はい、もうあそこまで行ってくれたら、あ、俺はもう、あの、いや、そういう目線でライジンも見れるし、はい、なんか、むしろなんか、すべて胸のつっかいが全部取れた、あの、あ、あ、もう、オッケー、俺むしろあれ、グーだと思う。なんで陽性か陰性かも含めて、お楽しみに待っててくださいみたいな。絶対あかんや、そんなこと言ったら。でもむちゃくちゃなコメント出してる、代表が。もう、もう、はい、これは、はい、そういうところなんです。いや、そうなんですけど、言いましたけど、そういうところなんですけど、でも、ドーピングテストだから、今して、まあ、結果待ちじゃないですか、多分大会前に分かるのかな、うん、それが陰性だった時に発表せんと、まあ、言ってもしょうがないやけど、そうだね、せめて100歩譲って、それが陰性だったと、でも、クリーンなことはもう証明されたから、じゃ試合決まりましたでしょ。何を楽しみに待つの、こっちは。分かんないよ、それ。でも陽性だったらどうするんでしょ。いや、だから、はい、ね、いや、だから、はい、俺は、これは、よくそのライブの時とかでもいっぱい質問来るんだけど、はい、俺は拾わないんだよ、はい、うん、なんでかっていうと、はい、俺は自分のチャンネルでは今回の、はい、ミノル VS アンポルキアは、はい、俺は話さない、はい、なんでか、試合のプロだってドーピング選手ね、の試合のプロモーションになるもん、うん、もうドーピングの話はもう前ともしたし、はい、あの数ヶ月前にね、はいはい、うん、だからもうなんか明らかにおかしいって思ってるようなものに対して、うん、俺は自分のチャンネルではプロモートしたくなかったから、なるほど、話したら、そう、だから逆にただまあ別にこの内容について話したくなかったわけではないので、はい、プロモートしたくないから、あの、いや、動画撮らないだけで、はい、だから逆に、はい、お前がこうやって話してくれて、はい、むしろ俺は良かったもん、なんか俺も信念、俺だけないみたいな、うん、なんか俺だけダサいみたいな感じで、しょぼいみたいな感じするな、今の言い方だったら、うん、確かに取り上げたらいいですもんね、うん、いや俺はやらないって決めてる、いやだって俺は、うん、やっぱいろんな人がまず取り上げてくれってよ、この試合決定について、うん、っていうのもある、まあまあ、はい、別に俺も いろいろあるけれども、はい、は断固やらないってのが大阪バレンタインスタイルね、かっこいいよ、なんか、うん、でね、うん、これ僕一番最悪なのが、うん、まあ多分今回は陰性と思うんですよ、おそらく、はい、あの試合後には多分やると思う、試合前日とかに、うん、で、あの木村みどりが失神経を犯したかダリちゃんみたいな感じで刺して、うん、後日陽性だった場合これどうするんでしょうね、分からん、でもなんかね、俺ツイッターで、はい、だからあの見たのがね、はい、なんていうの、そのドーピングテスト後の体がこちらです、はい、みたいな、はい、引き換えてて、はい、確かにちょっと膨れてたんだ、はい、マジですか、もうでも俺マジで CEO がね、はい、それも含めて楽しんでくれって言ってるんだから、いや、マジ、いや、かなりの爆弾発言やけどいまいち炎上してないですよね、それって言ってるんだから、いや、でしょ、だったらじゃあそのまま俺も楽しませてよって、はい、うん、だから、いや、俺もその目線で見てるから、うん、はい、余生かな、余生かな、これ陽性になったらさすがに大会中止なんですかね、大会で試合中止なんですかね、いや、俺はもうでもね、はい、これさ、俺ちょっと一番面白かったのがあって、はい、ちょっとさっきの、はい、朝倉未来の話した時に言えばよかったんだけど、はい、ね、もう本当にね、だから俺がやっぱもう一番気持ち悪いなと思ったのが、はい、今回ね、安保が、はい、
だからもう弱いやつに興味がね、ツイートを出したね、もうね、もうこの安保が憎すぎて、いや、袋叩きになってますよ。そうそう、もう安保が憎すぎて、もうこれはね、なんていうの、こう、ドーピング、はい、モリモリの木村みのるとやって、木村みのるにボコられてほしいって。いや、で、俺もね、いや、だからなんかそういうの見たときに、これもう、なんていうのかな、こう、なんだろう、この信念ってみんなどこにあるんだろうって俺は思った、はい、俺は、はい、いかなる理由があったとしても、はい、うん、まあ俺はね、応援するのは俺はもちろん安保応援する、はい、だってドーピングマンなんかだって卑怯だもん、ずるいもん。いや、そう、でも安保の嫌われ方も尋常じゃないから、こんだけ嫌われた負けが望まれてる試合ってないですよ、お互いが。俺もどっち応援していいか分からんもん。まあ、俺はもう嫌いでもないけど、今回のキャンプ勝ちで朝から見くるわけよ。だからもうね、いやもうだからもう、そのごめん、俺もう、なんだろう、この一連のことなんかこう見てると、あ、もう、なん、そのこう格闘技とか、そういうことじゃなくて、はい、うん、強さの競い合いじゃなくて、はい、このドラマを楽しむ、うん。でそのドラマの一環に4世かな、2世かな、この試合は俺勝敗のドラマを楽しんでる。確かにこの試合に関してはを楽しむってことでしょ。だからデュバレさんね、実はとんでもない爆弾持ってきてるんですよね。すごい情報が入りまして、ちょっと、まあ、これでもマジで放送できないんで、ね、ちょっと僕口元が後で加工するの見なくてこうしていいですか。いやいや、すごいこと聞いてきたんですよね。いやいやいや、結構ちゃんとしたところが聞いてきたんですけど、木村みのる、うん、で、どういうことかっていうと、うん、だって、ね、CEO がそうやって言ってるぐらいなんだから、まあね、当然さ、はい、本人からしてみたらね、はい、別にあろうがなかろうが、まあ、それでも自分の価値はなんか上がって、はいはい、わかる？ライジンは呼んでくれて、はい、みんな注目してくれて、はい、今回あいつがドーピングを使ったことで、はい、マイナスって何？ないっすよね、あんまり。ないじゃん。あ、ないどころか。ま、なんか、むしろ、うん、わかる？俺の、だって、ライブでも結構言われるもん、バレンさん。はい、木村みのるね。まあ、ドーピングのことを海洋圏10倍とかって言うやつ言うんだけど、ね、海洋圏10倍でバネさんチンコぶん殴られるのどうですかみたいな、なんかそういうようなコメントを送るぐらいだから、はい、いやだからなんだろうね、マイナスねえじゃんあいつにとって。しかも次陽性になってもまた使ってくれそうですし、うん、そこまで叩かれんけど次になっても、うん、ね、なので俺でも結構俺はだからこう思ってるよ、はい、マジで俺ボムっていうチャンネルでもね、はい、これ話したんだけど、はい、俺意外と俺ライジンやっぱり経営そこまでうまくいってないんちゃうかな。ああでもそんなにうまくいってないかもしれない。だってミノルを使う、はい、なんかこう俺はデメリットの方が大きいと思ってる。やっぱりそのもちろんその瞬間は来るよ。でも、はい、ライジンというブランドに、はい、傷つくだろって、そのそうすね、そこまでうまくいってないと思う。俺そう、なので俺結局だからもう、うん、背に腹は変えられないっていうあのところで、はい、ミノルなのかなっていうのは思う。ミノル対アンポが出るからってチケット買うっていますかね。いやだからドーピングミノルの成敗が見たくてチケット買うんだよ。いや俺間違いなく今回の一番のハイライトはそこだと思うよ。絶対新竜 VS 堀口だよ。俺はどちらかというと、はいはい、でも絶対にね、新竜 VS 堀口がなくなるのと安保 VS 木村がなくなるので、はい、どっちがじゃあチケット売れ行きみたいなの比べたら、はい、俺安保 VS、まあ、木村の方が、まあ、確かに俺も注目はかなりしてる、うん、特にヘビーだと思うよ、はい、うん、他はだって ないじゃん。だから朝倉は出てくれないだろうか、何なんだろうかって言ったんじゃん、はい、そう、はい、なので俺はマジで意外とうまくいってないんじゃないのかなっていうのは少し感じる。まあでもどっちにしろ榊原さんが面白く転がそうって何でもするタイプですけどね。変なこだわりはないと思うんです僕。いやまあそうだけど、ここって
こだわりとかこだわりじゃない関係なくない？だってさ、自分の団体はスポーツ団体だよ。ね、世界に売って出る、そうですね、分かる、権威のある団体として売りたい、はい、だからメイウェザーとかもなんなの読んだりするんじゃないの、はいはいはい、そこだよ。確かにそのいやマジでそんな、なんだろうこう、まあね、うん、てかもう僕がドーピングしてる選手だったら、うん、半年だったらまあじゃあいっかってやっぱやると思うんですよね、うん、やろうか悩んでる人も、うん、半年ぐらい全然別に叩かれてないし、うん、試合も結局出れるし、うん、ねえなるっすよね、こんな前例作ってしまったら。ね、だからもう分からん。しかもなんならね、まあ、例えばだって今回、はい、もしじゃあ木村稔がまた仮に陽性だったとしたらね、永久追放とかなのかって言ったら、まあ、許してくれそうです。なんか違う感じする。そうなると、はい、むしろ。はい、いや、俺ね、いろいろ考えたんだよ、はい、もうここはあえてドーピングしてちょっとバカねして、はい、で、アンボルキアをマジもうびっくりするぐらいのボコボコな状態やその殺人じゃんみたいな感じでした方が、いや、むしろ木村稔にさらなるプラスになるんじゃないだろうか。まあ、ヒールとしてもう最高ヒール、そう、最高のヒールとして完成するんじゃないだろうかっていうのも、なんかちょっと確かに永久追放は絶対なさそうやもん、それしたってある。なのでもうね、でも使い道も難しくないですよ、木村買ったところで誰とじゃあやんのっていうカードが思いつかないですけど。もうね、でも誰でも絶対アンポルキアみたいなのが出てくるよ。出てきますかね。でだってそれはそうだってね、あのジョビンも言ってたじゃん、はい、もし俺が木村とやるんやったら、はい、あのファイト前に2倍ぐらい確かに絶対言う、うん、もしかしたら2倍3倍ぐらいのね、あのファイト前に積まれて、うん、やって、ほんで木村稔が出るたびにみんな、はい、陽性かな陰性かなそこも楽しめって言われてますからね、CEO にそうで、そういう部分を楽しみながらみんな見る、うん、相手は、まあ、ブーカオーぐらいですから、俺が思いつくとしたら相手、木村が勝ったところでブーカオーは一応制裁マッチとしてふさわしい気もしますけど、でもブーカオーだってさ、そんなドーピングマンってやりたくないだろう、まあ、ブーカオーだってもう年取ってるし、でもセンチャイと最近素手でやってましたよ。やったけれども、うん、センチャイも年取ってるのも、あれはブーカオーかかって当たり前だ、若いんだもん、そんな、まあまあまあ、センチャイ、50近くでしょ。あ、そうなんですか。そうだよ、46とかな、あ、そうなんだ、多分そんぐらいあったと思う、はい、もうと年取ってると思う、はい、そうなんで、なんて言うんだろう、はい、ねえ、もうさ、いやまあカードが思いつかん。でもさ、でも最後に一応まあ海王権アリバージョンとナシバージョンあるのでなかなか難しいんですけど、はい、勝敗予想だけビシッとしたいなっていうそもそも言っていい、ジョビさん、お疲れ様です。お疲れ、細川くん、お前、前から聞きたかったけど、はい、野菜ちゃんと食べてるか。僕ですか、うん、はい、よく食べてないよ。背見たらわかる、全然エネルギーしっかりビタミン取らんとエネルギーが代謝されへんのよ。エネルギーが代謝されないから僕は背が低いってことですか全然エネルギー取ってるの、もう丸ばかりや。食ってるかもしれん、ちゃんと、はい、でも、お前みたいなやつのためにも、はい、サプリメントで補えるから。これ、バイタスさんのビタパワーや。ジョビンさんはこれを飲んで、そんな健康的な体に健康的な、大きな体になってる。大きな体に俺が毎日飲んでんのがこのビタパワーや。そのビタミンだけじゃなくて、亜鉛とかマカも入ってるし、はい、マルチビタミン特有の臭い目なく飲みやすいのよ。ジョビンさんは亜鉛とかマカパワーって、どういう効能があるか。霜が元気になるんだよ霜がすごいぞ、細川くん好きですね海洋圏10倍はないよ。でもね、海洋圏もうアリバージョンだもん。当たり前じゃん、抜けねえって。ああ、そういうことっすよね。そうっすよね。10年だよ、何言ってんの。そんな、だから確かにアリバージョン、海洋圏はアリバージョンだからアリバージョンでどう思いますか、大晦日。でもこれマジコンディションによるからな。そうそうそう、だいぶ違うと思うから。で、なんか今
すげえコンディション良さそうだもん。良さそう、精神状態もすごい良さそう。そりゃそうだよ。なんであれで精神状態ええか分かるの。ものすごい精神状態良さそう。そりゃそうだよ。だって資料が寄せかな、寄せかなって言ってんだから。心強い味方。それはね、それは精神状態満々だよ。もしこれでね、はい、言っとくけど、マジ次こそはもう永久追放だ。寿司あのライジンだけじゃなくて他の団体も全部含めて、うちはもう君のようにさせませんと、はい、もう一か八かみたいな感じになったら急に言い訳になるよ。そうですね。そうなので、どうなんだろう。もうなんか俺もこれどうだ、いやだマジ難しい、この予想だけは。普通の木村実だったら俺は全然アンプの方が強いと思ってる、はい、でも海洋圏あるの木村実だったら俺は木村実が俺は強いと思ってるから、その海洋圏が何番なのかっていうこんな難しい勝敗予想だけど、いやそれでもそれも含めていきましょう。海洋圏をどれくらい使えてるかも含めて俺は木村じゃあ俺はアンポ、いやじゃあとか言いましょうよ。いやいや俺はアンポ、アンポ勝つ。いや俺も全然あるの、確かに蹴りで。だってこれは分かんないもん。これわく、いやこれマジで分かんないから、そのなんだろう、この俺がアンポって言ったのに対して、だ仮にじゃあ俺これで木村って言ったって、はい、俺も確証があるわけじゃないし、そう、もう分からないっていう動詞だったら、はい、勝ってほしい方に攻めてかけさせてくれ。いや僕もアンポに勝ってほしいけど、うん、でもあの当日でも顔占いってやってるんですよ、入場の時に。うんうんうん、まあ、顔なんか体見たら大体勝敗分かりそうな気がする。木村の海洋圏の状態見てそれで判断できそう、顔というよりもだろ。いやだから、俺はあの安保にね、もういや俺も安保買ってほしい、うん、いや分かるですよ。 でもまあ、よさ木村やろ。それ 俺はマジで本当に分からん。そのマジで分かんないよ、こっちも分かんないよあいつがってどういう状況か。そしたらじゃあ俺は安保に俺はかける。これなんか罰ゲームやります。いいよいいよ、面白そうやけどこれ。いや俺もし仮にこれ金あったとして、はい、どっちかにかけろって言われたら俺は安保にかける。それでも、うん、負けてもいいからそっちにかける。俺はそういう人だからマジで。あいつメンタル弱いのに最近まで絶好調じゃないですか、メンタル的にも。で普通ならこんな叩かれて一応で半年ぶりにリング出たら弱気になると思うけど、最近のあいつ様子おかしいから強気でいける気がするんですよね。えだから、はい、その周りからなんだろう、こうネガティブなあれをもらってないんだよ。もうそのなっていうのこう、はい、いっぱい言われたし、だけれどもそのライジンっていうところには出れて、はい、なんなら今回一番それでも注目されて、まあね、わかる。あ だからその何にもマイナスがないんだよ。それでもね、うん、もう本当にマジ俺恥知れって言いたいんだけども、ああいうやつにスポンサリングする企業はたくさんいるの、うん、本当に。俺ね、こういう YouTube やろうかなと思ってるぐらい、マジムカつく、こんなやつにね、支援するなんて俺許せないから、はい、この会社たちでーすって、バカに支援したのは、みたいな、俺、こういうなんかこう ね、その制裁 YouTube あっても俺いいと思うもん。おかしいもん。所沢体操についたりとかね。もうそうそう。おかしいもん、本当に。確かに確かに。うん。なので、なんていうのかな、まあまあまあ、まあ、自由だよ、あ、はい、あの世の中、はい、だけどなんだろう、まあね、そうね、ボクシングとかだったらさ、はい、やっぱりまあ人にもよるだろうけど、はい、まあ大体2年間出場停止だとか、はい、UFC だったらそうでしょ。そうですね、うん、最低2年ですよね、うん、そうだね、うん、まあ、じゃあそ他の選手もやりそうで、声こんな軽かったら。そうだね、それが良くないと思う。でもね、まあ木村実だけじゃなくてボクシングもやっぱりすげえ有名な選手になったり、はい、カネロとかあなったりするとほぼペナルティー合ってないような。あ、そうなんですか。うん、まあ、あるよ。だってもうカネロだってクレーム・ブテロールで、はい、なんだっけ、捕まってんじゃん。どれぐらい勝負なんですか。んどれぐらい勝負、確かはあいつは半年から9ヶ月とかなんかそんぐらいね。で、あいつも言ったよ、なんでって言ったら、それはなんでそんぐらいの勝負になったかっていうと、メキシコの汚染された牛肉を食った、はいはい、言ってましたね。でもなんか探し出たクレンブテロールの量は牛一頭分を食ったお前そう、だからもうおかしいのよ。うん、分かってる。そう、分かってるけれども、はい、まあもうどうしようもないんじゃないの、プロっていうのがつく時点で。僕もだから、もうお金なわけだから。木村ミノルだけを攻めたかったんですけど、これあんま言いたくなかったんですけど、ベラトールでも最近ウスマンデルマゴメド
ヌルマゴメドフがドーピング陽性出て、半年間なんですって、同じ。あ、そう、え、ちなみに何の、どういうものが出てるの？ちょっと詳しく分からない。ウスマン・ヌルマゴメドフって、だってあれ、ハビブのいとこかなんかじゃない？そうそうそう、そうだよね。だからあのチーム自体がやっぱやってたんじゃないかって一部のアンチに言われてます、でも全部疑われたそうですよね。まあ、そうだよね。そう、あのね、ドーピングがあった時って、あのね、みんないつもそのドーピングって一律するじゃん、はいはい、違う、ドーピング出たら何の薬が出て、はい、それにはどういう効能があったかまで、はい、しっかり調べた方が俺はいいと思う。ちょっと一緒に調べていいですか、うん、それブライさんに言いたい。それ結構ショックで、でもやっぱチームごとそれ疑われるっすよね。ああ、そりゃそうやろね。それはもうしょうがない。ウスマのマネジメントは、今回の陽性反応は医師から処方された治療目的の薬によるものであるとし、あくまで運動能力向上のステロイド系のものではないことを主張。多分ね、それ日本語のあるサイトだからやろ、はい、あの俺よくそういうドーピングなんか引っかかった時って、はい、俺が見るのは俺英語のサイトで見るんだよ、はい、英語のサイトで見ると必ずこういう薬名が出る、はい、なんでかっていうと外国人って結構その詳しいから、はい、いやいや医師から処方された薬でも、はい、これはなんかこのスタミナを増やす作り、はい、あの薬とか、はい、集中力を高める薬として、はい、みんなよく使ってるものじゃないかみたいなコメントが必ず出るから、ちょっとそういうのはやっぱ、まあ、ちょっと俺も調べてくるわ、はい、でもありました、あったこれですかね、ちょっと僕も英語参加者に、そのサスペンス X の感じ、ちょっと待って、詳細書いてないんじゃないかな、こんなちょっと待ってね。あのね、なんかね、分かるのか、あのね、なんていう、物質が、処方されたのかをなんかメディアには言わなかったんだって、だから告知されてないんだよ。でも俺からしてみると、告知しないってことは、入ってた成分は絶対にそのまあ医師から処方されたものだったかもしれないけれども、入ってた成分は間違いなく運動能力を高めるものであった可能性は絶対に俺はあると思う。じゃなかったら言うやろ。確かにね、それは。セブルのマナーは His team had accepted it. It's not ready for the positive test of the national test first. 何話しかなんか、確かにね、だから、海外メディアにもそれは言ってないと、普通はでもなんかこう、はい、何々が検出されたとかって普通は言うけどね、それでもね、でも大臣だけじゃないですね、ベラトールもそうだし、カネロもそう、ただ、陽性か陰性を楽しんでくださいは大臣しか言ってないと思いますけど、そこを楽しめている指示は、少なくとも多分彼らはこうやって出てね、ウスマン・ヌルマゴメもすげえシリアスな顔してるし、そのみんななんかこうやっぱりお通夜みたいになってんのよ、本当にごめんなさいと。なんでかっていうと、やっぱりこれはもうチート、卑怯、わかる？そのドラッグを使うってことは海外ではどういう風に見られてるかっていうと、卑怯、お前は卑怯者なんだと。うん、うちの木村みのるはもう上半身脱いで中指立ててましたよね。そう、うん、いわば卑怯者なんだと。何かの失敗とかそういうことじゃなくて、卑怯者なんだと。そうですよ、それは叩かれるべきっすよ、うん、そう、うん、分かるね。なので、なんて言うんだろう、こう結構それに対するファンの目線だとかは厳しいよ、はい、うん、だからまあね、もちろんそのチーム、はい、全体のこともちょっと書かれたけれども、はい、なんそのそのこのぬるま語のチーム全部に対してなんかこうそれが処方されたわけではないみたいなことは言ってたと思うけれども、はいはい、まあどうなんだろう ね、まあ、ね、ちょっとショックだったけど、俺ぬるま語軍団好きだったんで。そうだね、ぬるま語の父ちゃんはなんかそういうの許さなさそうだし ね、そんな気するんですけどね。まあ、でも疑われるのもしょうがないチームが。そうだね。オッケー、じゃあ大晦日、じゃあ僕は木村みのるの勝利予想で、はい、俺はアンポルティアの勝、ちょっと正月かなんか集まってまた語りて、いい、それでまた木村が失神経を外したらまた違う違う、ちなみにさ、お前そういえばさ、お前さ、はい、当然今肩束なんだよお前当然そうだよな、なんかさ話がなんかちょっとこう流れていってるけど、お前どっかにあるんだよな今日ここに、あのお前の肩束が自宅の冷蔵庫に入れてます。ああそう、ああなんか今日やけになんか
男らしく話してるけど、もうちょっとカマチックに話してもらいたいな。いや、それで実は、まだ手術はしてないんですけど、鈴木千尋から何もなかった。鈴木千尋に言われたら俺ももういよいよ手術に向かおうと思ったんですけど、あの鈴木千尋からアンサーがないんで、あ、まあ確かにね、許してくれたのかなっていう。お前が直接聞いてみればいい。連絡先知ってんの？ LINE もしてます。じゃあ聞いてみて。絶対それ望むやつおらんと思う。どんだけ怒んの俺。キャラも予想したからって。確かに万人一つって言ったけど、それ鈴木千尋、いや絶対ジョミさん手術してくださいって、それは言わんと思う。あれエコやもん。そんな悪いやつは、まあ、まあね、まあな。じゃあ、なんじゃ、罰ゲーム何じゃ。まあ罰ゲーム後ほど考えます。これでも面白そうですね、これ予想して当日みんな。でも、まあ、あのまたあれやけど、あのまあそれだからジョビのチャンネルね。俺は本当に今回のこの木間実と安保に関しては、はい、俺のチャンネルではごめん。いや、ま、最後に自分だけかっこいい感じで、うん、俺はかっこいい人間だ。俺だけなんかそう感じするな。いや、俺はそういう風に行きたい。なんていうの、もうあの陽性かな、陰性かな、ごめん、俺はこういう風に生きてね。いやでもこれ3回楽しめますよ。その陽性か陰性かも楽しめるし、大会当日も楽しめるし、大会後のドーピングテストも陽性か陰性か3つも楽しめるよ。みんなお前サンド美味しい、サンド美味しい。3回取りましょうか、そのためにとりあえず大晦日の試合、僕は木村で、安保で、予想でちょっと後で見届きましょう。はい、終わります。ありがとうございました。